ハコスベールズお菓子作りで机を砕くということで、イロハとチョコ先生のあのお菓子作りみたいなのにベイちゃんもあの参加してたみたいなんですよ。今ねあの日本にねベイちゃん来てて、この間ねうちもねご飯一緒に行ったんだけど、あのねなんかお菓子作りを3人でした時に なんだろう飴を砕いたりとかしたのかな。それでベイちゃんがなんか机を粉砕してるっていうことがあったようですね。ふわっふわっふわっ硬い、めちゃ硬いんだけどグレープ硬い説ある。おいおい、すみません、これあこれ僕がやったんですか。嘘、マジすごい力え、すみません、大丈夫、え、僕がやったんですか。飴やってる時だよね気にすんな気にすんなこれ誰んちの机なんですかねチョコ先生かな。スタジオ？スタジオっていうことはホロライブのスタジオってことかな。多分レンタルスタジオ。やべえじゃねえかそれは一番やばいじゃん。スタジオ借りてやってたんだ、なるほどね。やっちゃってんねそれは。まあ弁償していただいてまあしょうがないですね。ベイちゃんとね一緒にねご飯食べに行ったんだよね。ベイちゃんすごい可愛かったな楽しかったよ。ベイちゃんにねオーストラリアのお菓子をもらいました。なんかクッキーとかチョコレートとか入ってたよ。いやでもベイちゃんさすごい日本語ペラペラだからすごいなと思って、なんか全然違和感なかった。ミオママ、ミオ先輩に会いました。ミオマ、ミオシャ、ミオシャ。 I met Mio yesterday. We had lunch. Did you ask her to pamper you IRL? What are you talking about? Is she motherlike? Did she hug you?Is she comfy? I'm so happy that I got to meet so many JP senpais this time.